着いたら結構見てくれたはずい。皆さんこんにちは、本間ひなたです。平日の昼間ということで、いつもさながら私の、準備にお付き合い願いたいと思います。ということで、ちょっと暑いので扇風機オン、ちょっと風強める。はい、早速やっていくぞ。おちなみに今日はこのメイク一回落とすんですよ、一個お仕事あったら。そうなんです。好きなんて聞いたよ、ありがとうございます。メイク配信ですか。そうです、そうなんですけど、ちょっと時間計るために携帯、よし、30分くらいかな。ちょっと明るくしちゃって、待って、床が全然用意さできてないのに始めちゃった。ありました。今はどこまで進んだの？今は、保湿が終わりました。はい、これで唇の保湿も完了でございます。ということで、やっていくよー、ゴーゴー。仕事するよー。やばい、なんか先週温泉がちょっと肌に合わなくて床ぶれしちゃってから、マジで全然メイクしてなくて、で撮影もあったんだけど、でも1週間のうちに半分くらいしかメイクしてないから、普段基本的に毎日メイクするから、もう本当に変な感じ。でもね、顔のね、湿疹っていうかブツブツザラザラは治りました。はい、顔は無事に治って超ハッピーです。やっぱり顔ターンオーバー早いから。ありがてえ、代謝良くてよかった。こんにちは、こんにちは。ハングル文字だ。すごい、アイニョハセヨーン。本間ひなたイムニだ。サラヘヨ、サラヘヨは好きです。とか。やばい。暑い、暑すぎる。もうスウェット着てるせいなんだけどさ、暑すぎる。暑すぎちゃう。でもちょっと今日は取材からスタートなので、気合い入れてメイクしたいと思います。30分もあったら結構割と丁寧にメイクができるんじゃないの。ピンカラーの化粧配信ですか。はい、メイク配信です。準備配信。そう、毎日気合い入れてください。ちょっと無理です、毎日は頑張れない。最近さ、これ家族にさよくやっちゃうの。泣きまね。特に母に母が怒ってると怖いから、お願い全然聞いてくれないから、泣き落とし大作戦。
しょうがないなぁとはならないんですけど。乗せてく。なんか今日日焼けしそうな曇りだったの。大変だ。日焼けしたくないの。塗っていく。まあね、まあ、丁寧に気合い入れてやったところでではあるのですが、そう、取材1個終わったら全部落としちゃうから、もう1個の撮影のために。おすすめの日焼け止めは、今年日焼け止めまだ買ってない、やばい。去年のやつ使ってる。でも去年のやつって時間経ってるからあんまり意味ないって言いますよね。化粧してる時ってどんな感じ？楽しい？全然楽しくない。私は全然楽しいと思わないです。ボタン一つでパッと変われって思います。うん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 。痛っ。なんか髪の毛ぶち抜いちゃった。日焼け止め何使ってる？なんか今はあるかな。ね、これ使ってる。なんかサラサラタイプで。そう、親友がこれ使った方がいいよって言うから去年これにしました。うん、歩きながら見てたら柱ぶつかった。やば、気をつけて、気をつけてね。でもそういうこともあるよね、そういう時もある。すごいお面みたいになっちゃう。どこ使ってない、使ってたとこなんか忘れちゃった。ゲーム部配信見れないって。ピエン、あゆちゃん最後だよ。しかも超楽しそうじゃない。メンツ神神メンツ楽しみすぎる。でもさ、私とさリカちゃんいるんだったらさ、もうさミハとさレイちゃんも呼んでさ、もう一気全員でやればいいのにね。あとツグもだ。そうだ、ツグとレイちゃんとミハも呼んで一気みんなでやればいいのにねって思っちゃったな。私だけか。え、めっちゃ化粧のりいいぞ。どうした自分の肌。テンション上がる、テンション上がる。ちょっとここだけ放置でニキビ跡。今日はショールームでゲーム部のゲスト出演させていただきますんで、ぜひ見てください。
一番塗りたいところに塗れないな。塗る順番しくったな。顔白い、綺麗、やったイエーイ、嬉しい。ここ最近さ、床ぶれですごい肌がずっとザラザラだったから、今化粧のりめっちゃ良くて、それに比べたら治ってから初めてメイクするの。この2日間メイク1回もしてなかったからめっちゃテンション上がる、嬉しすぎ。ナタンってゲーム上手知る人ぞ知る、私ゲーム最強ですよ、最強に弱いですよ。眉毛脱色したからあんまいらないかも。ひなたんゲームすぐ飽きそうバレてるバレてる、私の本質見抜かれている、まずいまずいぞスイッチとかはもう1年くらいやってないもん。マリオカート得意でしたよね。そうなんです、マリオカートが一番得意です。ずっと12位だからね、あの海に落ちる天才、才能と呼んで何かちょっと全然話は変わるんですけど、ソロ曲が一番ワンコーラスだけ解禁されたじゃないですか。で、私そのずっとフルで出来上がった音源聞いてなくて、昨日やっともらいました、フル音源お先に聞かせていただきました、ありがとうございます。あ、コースにとらわれないテクニック、マリオカートね、そうなんだよね、やっぱりね、あの枠にはまんないから、ほんまひなたともなれば枠にはまらないのがほんまひなただからしてみましょうか、さすがに首首とかないけど首あの後はどんな、まあもちろんねレコーディングしてるから、どんな曲かは知ってるんですよ。で、私のお気に入りの部分はその後、まだ放送されてない部分だからずっと言えなくて、そう、オチ D メロっていうのかな、そう D メロがねすごい好きな、でもあの曲どこがサビなのか全然わかんなくて、うん、好きなんてのところがサビだと思ってたらなんか違うらしくてあそこが A メロらしくて、 A メロなんだみたいな、そう、でサビはなんか違うところなんです、眉間の食い、これはねちょっと放置させとくんですよ。今ここにニキビ跡があるので、そうコンシーラーをなんかポンって上に乗せて放置、ちょっと時間経たすとなんかそこが綺麗に隠れるっていう技があって、今それをやっております。そうですB メロがねないらしいですよ、あの曲確か、そう A メロしかなくて、1A、2A、 そのメロディーやったらすぐサビみたいな、だからね、どこがサビだか分かんない、あれだ、
タン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 がサビ。こんな風に何か見つけることと思った。なんかチークつけすぎたんだけど。チークつけすぎたんだけど。つらい。なんかほっぺピンク。まあいいけど。ちょっと待って、1時に終わるなんて余裕なんじゃない？とか言ってますけども。あなたメロン苦手なの？そうなんです。メロンあんまり好きくない。なんかウリ科の食べ物があんまり好きじゃなくて。ゲーム配信よりもテンション高いメイク配信です。そんなことないよ、そんなことない。ゲーム配信だってめっちゃ楽しみだよ。ゲーム配信で暴れるのって、いやそこはね、中井梨花さんが、さんがやってくださると思いまーす。普通にみんなに楽しむ。なんかこの間 NGT の撮影あった時、なんか私以外みんな後輩で、その全然同期のみんなに会えなかったから、オッケー。よし、メイクしていくぞ。え、めっちゃ順調なんだけど。順調すぎー。すっごく順調に進んでるよ。取材はこのワンカラーで行ってみるか。なったん実は2期生なんじゃないの。何時からだっけ、バイト中見えないか。ゲーム部は19時からです。いつも8時からだよね、長っ。あれ違ったっけ、19時からだっけ。結構盛りだくさんなので、ゴミ。あ、19時から。ゲームって今日でしたっけ。今日だよー、今日も19時からショールーム見てください。アイメイクだと自然と口数が少なくなってしまう、なぜか。いい感じ。どういうゲームが得意？
どういうゲームが得意かって、じゃんけん、しりとり、かな。なんかこの間友達と二人でオセロした時も普通に負けた。普通に負けたよね。なんかオセロってさ、最初すっごい調子いいのにさ後からてか角取れなくてさ負けるんだよね大体。角取ろうとめっちゃ頑張ってるのに、いつも悔しい。一気に逆転された。角取られて終わった。でも別に角取ろうとしてないことはないんですよ。当たり前だけど、当たり前ですけどね、角取ろうとしてないみたいなことはなくて、角は取ろうとしてますよ。それは私だってね。取れないんだろう、不思議だ。でね、ずっとお世話やってる時なんか中盤あたりずっと考えてて巻き始めそうだったからそう、多分20分くらい一手に考えてた将棋みたいなことしてた。気合が足りないのかな。そんなことないよ、そんなことないよ。いつも気合十分ですよ私は。はい。ラーメンつけちゃおうかな。おお、画面で見るとめっちゃいい感じ。画面で見るとかーい。でも普通に見てもいい感じだよ。まだ完成してないけど。よし。巻きそうになったらテーブルひっくり返したらいいよ。じゃあいざとなったらそうするね。頑張ります。まつげ上がった。怖い器具来た。怖い。怖いかね。そんなに怖いかね、これは。怖いかな。まあ確かに挟んだら痛いけどね。確かに恐怖映像だな、映像で見たら。でも下まぶたもビューラーかけるとめっちゃ目大きくなるっていうことに
気がついたので私はするよ。人狼ゲーム弱そうですね。いやそんなこともうなかったりするよ。最近やってないけど。コロナ期間中の時は、その自粛中の時は結構毎晩友達とやってました。地元の友達と電話つないで。人狼ゲーム面白いよね。この間もさ、NGT のみんなでさ、やったけどさ、またやりたいもん。くしゃみでしょ。あれや。いやー。おーなった人狼になったら顔に出そう。いやー。ポーカーフェイスだからね。私はできるよ。大丈夫大丈夫。でも多分ノエとかいたら、ノエが私のことすごい疑ってきそう。って思う。予想だけどね。その前にノイピーが追放されそう。ノイさんはなんで今タンプレくれたの？あ、去年のタンプレなんだって。ずっとひなにタンプレ渡してなかったって言って、なんかいきなり渡された。びっくりしちゃった。でも好きなとこのアイテムをプレゼントしてくれて、すっごい嬉しかった。めっちゃいい香りなんですよ。そう、なんかボディクリームとボディーソープくれて。これならのめっちゃむずい。もこんなに丁寧に塗ってもさ、後で全部落とすんだよ。3時間後とかにも、3時間後とかにも毎回これやってるの。ガーン。何時だ？お、余裕じゃん。全然余裕じゃん。一番感動したタンプレってありますか？なんだろう。でも、オオサンショウウオは結構感動しました。なんかいきなり家に荷物届いて、こんなでっかい段ボールのもの頼んだかなと思って見たら親友からで、できた。そう、オオサンショウウオのぬいぐるみ、抱き枕、ぬいぐるみ。をもらったのが一番感動したかな。何の前触れもなく届いた。そうなの。何にも言ってなかったからめっちゃびっくりしてた。じゃーん、完成しました。リップもちょっと。生きてなくてよかった。生きてたらやばい。
あの絶滅危惧種だから。天然記念物です。はいはい、できた。なんでやばい、風に吹かれて何もかかってくれない。メイクキープ用のやつ、リップの検証のやつ面白かった。わあ嬉しい、ありがとう。TikTok、 そう迎えに行くの好き。そう自分から迎えに行かないと来てくれないか。TikTok 再生伸びてよかったね。なんでだろう、なんでこんな伸びたんだろうこれ。謎だけど、わあよかったです。お手本みたいにうまくできるの？おすすめに上がったんだろうね。確かに。でもあのさ、あのショールームで配信した時にリンクコピーいっぱいしてって言ったじゃんか。で、そのこの動画多分リンクコピーが他の動画の2倍くらいはあるのね。そうだからかな、それもありそうな気もする。うん。はい、ありがとうございます。今日も動画撮ってくるので、うんうんうん、頑張ります。メイク終わったからこのショールームの目的達成された。このあとは髪の毛整えて荷物を詰めて出発進行。髪の毛も見てください。まだボサボサです。まだボサボサなので。行きます。行ってきます。やばい、髪の毛ボサボサだ。ボサボサのまま終わってしまう。というわけで、見てくださってありがとうございました。顔無事完成しました。みんなもありがとう。平日の昼前も昼なのに。それでは壇上に上がってくださった方のお名前を呼ばせていただきます。13位バンブさん、ありがとうございます。12位マシラアットチームサニーさん、ありがとうございます。11位タクさん、ありがとうございます。10位シュンさん、ありがとうございます。9位アヤオンプさん、ありがとうございます。8位ユトさん、ありがとうございます。7位カメアとサニーさん、ありがとうございます。6位サーバサンドアントチーム枝豆さん、ありがとうございます。やばいハングルだ読めん。5位ヤッホーカムサハンダセンキュー。4位ゆずきさん、ありがとうございます。3位みちのまるさん、ありがとうございます。2位ひろさん、ありがとうございます。そして1位さとよしさん、ありがとうございました。いじゅんさん、あー本当に合ってる。ありがとう、コメントもたくさんありがとうね。というわけで金曜日あと半日頑張りましょう。じゃあね、ゲーム部見てね、バイバーイ。